20代を迎えてちょっと大人になったみたいな、あれだいぶ綺麗になったねみたいな、そういう会話よくあんじゃん、はい、そんなイメージ。あー、じゃあ結構印象が変わった。結構印象が変わった。本日はここつくばサーキットで、新しく出ました A91 のスープラ、こちらの純正の車両の、データ取りのテストを行いました。本日は運転ありがとうございました。はい、どうも。まず、こちらの A91 乗っていただいて、まあ、純正の比較として A90 との、フィーリングの違いみたいなところはいかがですか。はいはい、まあ、9091と、見た目は ほぼ一緒なんだけども、まあ、大きく変わったのはエンジンかな。はい、でエンジンのパワーも上がってっていうことで、シンプルに乗ったイメージは、もうね、やっぱ90自体は別に悪いところはなかったんだけど、はい、91に乗った時にうわすごい進歩してるなっていうのを正直感じましたね。あ、なるほど。まずエンジン、はい、エンジンはより下から上までスムーズにレスポンスよく回っていく。だからすごくギアのつながりもいいし、はい、コーナーの立ち上がりのピックアップもすごくいいし、はい、すごくいいフィーリングになりますね。サーキットで乗っても乗りやすいような、乗りやすい。これ多分街で乗ったらよりちょっと違いを感じそうだね。あー、はい、ノーマル同士だったらね。そうですね、はい、であとね、一番驚いたのが、はい、純正のサスペンションセッティングがめちゃくちゃ良くなって、あ、なるほど。それはもしかしたらこうね、はい、そのボディ補強とかそういうところも影響あるのかもしれないけど、はい、そうですね、かなり乗り味が良かった、はい。あ、なるほど。今までノーマルって、はい、結構ちょっとピーキーな動きをしたのね、はい、ブレーキングからこう ターンしていくとリアがストーンとこう抜けたりとか、はい、ちょっと独特なスープラっぽいというか、はい、いい意味でスープラっぽいピーキーな雰囲気があったんだけど、はい、この91になってからそこがめちゃくちゃマイルドになって、はい、すごい旋回性も上がってるし、はい、向きが変わるんでトラクションもすごいかけられる。あ、なるほど。すごく乗りやすくなった印象ですかね。実際多分ね、はい、ここつくばサーキットで、はい、ノーマル同士比べてもラップタイム結構変わったんじゃないかなと。そうですね、かなり違ったと思いますね、はいはい、ちょっと驚きましたね、はい、すごく。じゃ あのこれからチューニングをしていくベースの車としても、うん、あの面白くなりそうな感じですね。そうですね、あのエンジン自体はやっぱベースのポテンシャルが上がってるんで、はい、ここからこうエンジンパワーを出していくとか言った時も、はい、いいかもしれないですね、はい。まあ、サスペンションに関しては、はい、まあ、純正から変えてしまうとそう変わらないのかなっていう、同じ方向でいけるのかなって気がしますけど、はい、まあ、チューニングしていく上では、はい、9091の差は そんなないかなと思います。あ、なるほど、うん、はい。まあ、でもベースがやっぱ91がいいね、はい、やっぱり全然印象が違ったんですね。いいよね、やっぱね、47馬力アップしているので、もう本当にちょっと乗っただけでもフィーリングの違いっていうのはすごく、本当違うね、はい、ちょっとなんか悔しいねじゃあこれからですね、うん、1ケースとして、まあ、筑波サーキットを主に、はい、サーキット走行でタイムアタックをしながら、はい、まあ、そのデータをもとに商品にフィードバックをしていきたいなと。楽しみですね、はい、なので、はい、完全にそのサーキットスペックっていうような商品もこれから、随時開発していく予定ですので、なるほど、はい。あとまたなんかニコニコしてるねすごく楽しい感じなので、なね、はいはい、またちょっと、今後も乗ってきていただきたいなと。あ、ぜひぜひ、はいはい、お願いします。あと、まあ、今後、うん、まあ、こちらのスープラでつくばサーキット走られる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、スープラでつくばサーキットを走るにあたってのポイントであるとか、うん、コツみたいなものがもしあれば。いや、特にコツっていうのはないんですが、はい、スープラのその乗り方として、はい、僕が意識してるのは、はい、やっぱホイールベースがすごくちょっと短めなんで、はい、そのね、ブレーキングからターンインのそのターンインするところをうまくくるっとこうドライバーを中心にくるっ、はい、くるっとこう回れると非常にね、いいと思う。そんでなるべく縦にトラクションをかけていくっていう、はい、ちゃんと向きを変えてトラクションをかけるというようなイメージなんで、比較的、はい、あの最終コーナーとかっていうのは、はい、どの車もすごくこうアンダーステアが出やすいコースでもあるんですが、はいはい、90に関してはそこがすごいフロントが残って入ってくれるんで、はい、非常にね、あのサーキットとの車との相性はめちゃくちゃ楽しいと思います。あ、なるほど、はい、特にだから意識することはない、はい、あのパドルシフトだから、はい、うまくそのパドルを利用して、はい、ギアチェンジを利用して、はい、楽しく走れるんじゃないかなと思いますね。 あとやっぱりブレーキはちょっとチューニングしたいね。ああ、そうですね、ノーマルからノーマルのままではちょっと、はい、ノーマルのままだとちょっとブレーキはちょっとプアだと思うんで、はい、ブレーキはやりたいところですね。はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はいはい。
今後 HKS として、うん、サーキット走行してタイムアタックをしながら、はい、90と同様あのパッケージ内の展開も考えておりますので、はい、90のことも忘れないでくださいよ。もちろん、はい、90のパーツもこれから随時、はい、あの充実させていきたいと思います、ね。まあ、あのスープラも出てもう1年2年弱でしょ、はい、どんどんね、多分ね、チューニングしていく人がこれからどんどん増えると思うんですよね。そうですね、うん、さらにパワーを求めている方もあの増えてくると思うので、そうですね、はい、そういった方向にもちょっとチャレンジしていきたいなと思います、はい、楽しみですね、はい、また今後ともよろしくお願いします、はい、はい、どうもありがとうございました。